はいどうも、キリハです。今回は、ウルアカライブで明らかになりました、アビロスの水着イベント。そこで実装されるキャラクター3人のスキルが公開されていました。その内容をまとめて、事前に性能の方を確認してみようと思います。それでは、早速やっていきましょう。まずは、イベント配布のアヤネですね。髪は短いながらも縛っていて、パーカー着てるのもね、すっごく可愛いですよね。そのアヤネが今回はタクティカルサポートということで、スペシャル枠からヘリで登場するキャラクターとなっております。スキルの映像はこちら。はい、アヤネのスキルの詳細がこちらになります。攻撃タイプは貫通で、防御タイプは軽装備。これだけ見ると重装甲の総力戦で結構良さそうに見えますよね。でタクティカルサポートなので、前線に登場して戦ってくれるキャラクターになります。ポジションはもちろんスペシャルです。そして EX スキルなんですけども、雨雲号と呼ばれるヘリに乗って登場。雨雲号はアヤネの攻撃力と会心値を一定数反映された状態で登場します。敵1人に対して攻撃力分のダメージを与えるというのと、一定時間ごとにスキル豪雨ミサイルというものが発動します。詳しい数字などはわからないんですけど、ブルアカライブで一部出ていた映像を抜粋しますと、まずこちらですね。実際に使用しているときに出てきたテキストになります。でこれがスキルレベルいくつのものなのかちょっとわからないんですが、もしかしたら EX スキル3のものかもしれません。というのも、ブルアカライブ中にこの画面が一瞬だけ出てきたんですね。テストプレイのキャラクターの詳細なんですけど、 EX スキルがレベル3で、その他のスキルがレベル4で揃えられています。他のキャラクターもこの数値で固定化されてるんじゃないかなと思った時に、このアヤネのスキルももしかしたら EX スキル3のものなのかもしれません。そしてこちらもブルアカライブの映像ですね。アヤネのスキルは4コストでした。タクティカルサポートの中では最安ですよね。これが EX スキルレベル3のコストだとしたら、まだ下がる可能性などもあるかもしれません。映像で出ていた内容を抜粋しますと、アヤネが出ている時間は30秒間となっております。確かにコストは安いんですが、イロハは55秒間、チェリノが50秒間ということで、普通のタクティカルサポートだともっと長い時間滞在してくれますので、これがコスパいいのか悪いのかは使ってみないと分かりません。そして30秒間いる中で12秒ごとにミサイルを発射するという内容なので、この EX スキル豪雨ミサイルは2回発動する感じになります。そして注目点としては、 EX スキルもノーマルスキルも敵の防御力を一定値無視するという内容になってます。というか EX スキルの方を見てみると 76% も無視するんですよね。かなり強そうです。防御力が高い総力戦、まあ、ビナーなんかにもね、非常に有効なキャラクターなんじゃないでしょうか。そしてパッシブも会心値を増加、サブスキルも会心ダメージ率の増加ということで、会心特化の内容になってます。これで手袋と時計がつけば、ほどでも会心を出せるんじゃないかなと思います。もしかしたらそういう設計かもしれませんね。何せよサブスキルの味方の会心ダメージ率を増加、こちらは最強級のスキルなので、配布とは思えない性能ということで、非常に嬉しい性能になってますよね。これが無料でもらえるんで、皆さんも忘れないようにもらいましょう。性能も非常に楽しみにしてます。そして次にののみを紹介しましょう。いやー可愛いですね。もう本当に欲しいです。絶対出るまで回そうと思います。メモリアルロビーもね、もう本当に早く見たいですよね。それでは EX スキルに行きましょう。はい、EX スキルを見ていただきました。まあ何がとは言わないんですけども、いい揺れでしたね。ボールが3つに見えました。分身する魔球か何かでしょうか。ののみに関しましては、ストライカーのキャラクターです。
クラスはアタッカー、攻撃タイプ爆発、防御タイプ特殊走行となっております。前回は貫通だったので攻撃タイプが爆発に変わってますね。はい、こちらがブルーアカライブでの映像になります。スキルコストは6コストで、敵1人に対して攻撃力の 904% 分のダメージ。これだけ見ると6コストでこれっていうのはめちゃくちゃ低いような気がしますよね。ただその後に相談数を100消耗する時まで通常攻撃のディレイを3回無視する通常攻撃に変更、こういった内容があります。で実際にですね、使ってる映像を見まして、このスキル出た後ののみの通常攻撃がめちゃくちゃ速くなってました。もうずっと打ってましたねなので総合で考えて火力を出すというスキルなんでしょう。で時間制限ではないので、この相談数を100消費するまでということで無駄になりづらいスキルになってます。正直ウイをかけて踏み倒したいですねウイをかけたら3コストでこれ打てるって思ったら、もう総力戦とかめちゃめちゃ強そうですよね。なんなら爆発で特殊走行とか今使いたいですヒエロニムスで登場してくれないですかね。まあ発射後すぐにリロードするということだったので、ののみがリロードをするタイミングで使うと無駄がなくなるんじゃないかなと思います。そしてノーマルスキルに関しましては、一定時間ごとに円形範囲内の味方の攻撃速度を一定時間の間増加、攻撃速度に特化してますね。でパッシブスキルも攻撃速度、そしてサブスキルは EX スキルとシナジーがある内容になってまして、通常攻撃が変更された状態において、通常攻撃で敵を攻撃するときに追加ダメージを与えるということで、 EX スキルを打った後に攻撃速度が速くなっている状態ですと追加ダメージまで入る仕様になってます。攻撃力が高ければ効果をさらに発揮できますので、編成する際はそのあたりもしっかり考えたいですね。ミユと組み合わせると非常に面白そうです。で攻撃タイプがね、爆発と貫通で違うので一緒に組み合わせることはあまりないかもしれませんが、今回のイベントのレイド戦で相手が防御タイプノーマルということなので一緒に出すことも可能かなと思います。まあ、何せもう可愛いんで欲しいですまあでも性能もね、期待できそうな感じなので、まあ、そういった意味合いでも楽しみですよね。そして最後にワカモになります。もう立ち絵からメモリアルロビーからね、もう本当に素晴らしい肌色だと思います。それでは EX スキルを見てみましょう。はい、映像を見ていただきました。 3D でも仮面外してくれてるのがいいですよね。あれは本当に嬉しかったです。クラスはアタッカー、ストライカーの貫通タイプの攻撃タイプ、防御タイプは重装甲となっております。でこちらが生放送中に出た映像で、5コストで EX スキルを打ってます。敵1人に対して攻撃力の 819% 分のダメージ、攻撃時に気絶状態を付与、最初に使った時に気絶状態を与えるってことですかね。で最後の攻撃はさらに気絶状態を付与ということで、2回気絶状態を付与しているみたいです。でこれ結構連射するので、これ一個一個に1秒の気絶がついてるのかちょっと分かんないんですよね。ブラックライブでは気絶が当たらない敵だったので、ちょっとここの確認はできませんでした。実装されたら見てみようと思います。まあ、CC 状態を与えるって言われるとね、多分程用で作られてるのかなって思いますよね。そしてこのワカもですね、かなり尖ったスキル構成になってまして、ノーマルスキルが一定時間ごとに自分の非ダメージが増加するということでデメリットになってます。でその代わりに攻撃力がどんどん増加していく、そして全3段階あるらしいです。パッシブスキルは攻撃力の増加、そしてサブスキルがですね、これもちょっと面白いんですけど、HP が一定数以下の敵を攻撃した時に攻撃力分の追加ダメージを与えるということで、もう本当に後半に強いキャラクターということで設計されてます。正直どんな使い方をするのかさっぱりわからないんですけどノーマルスキルに関してはね、非ダメージが上がっても後ろの方のキャラクターなので、まあ、大丈夫なことは多いかなと思います。でだんだん攻撃力が上がっていくということで、時間経過で攻撃力が上がるってよっぽど上がらないとあんまりプラスにならない気がするんですけどね。
まあ、これは数値次第という感じでしょうか。そして敵の HP が一定以下になった時にさらに攻撃力を発揮するということで、やはり割合で考えると思いますので、総力戦に特化したキャラクターなのかなと思っちゃいます。まあ、おそらく気絶があるんでホドで使うのかなって思いますけどね。実際どうかはちょっと分かりません。インセインのホドは攻撃タイプが神秘なので、まあ防御タイプも重装甲ということで、まあ、意識してそうですよね。近々またホドが開催されるんでしょうか。開催されたら使ってみたいですね。百鬼夜行の素材なのでスキルも上げやすいところもいいところだと思ってます。ということで今回は3キャラクターですね、ブラックライブで紹介されていましたので、分かる情報を並べて性能の紹介をしてみました。実際に実装されましたらまた見ていこうと思います。それでは今回はこの辺で、よければ Twitter のフォローもしていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。